不便なところもあるかもしれんが、基本的には役に立つ道具だと思うぞ。思い返してみれば田中だって今まで助けられた場面が多々あったはずだ。助けられたこと、あ、そうだ。何ももたれかかるものがない場所で、あの日のあいつは杖として俺をしっかり支えてくれた。傘のプライド、バキバキに折れる音がしたぞ今。